散財は人生や。どうも直島です。12月はほとんど動画を上げてなかったけど、別件の仕事で時間取られてたわ。多分これからはまたコンスタントに動画上げていくと思うからよろしくな。ってことで今回は最強のワイヤレス充電器を買ったからレビューするで。それがよくわからんメーカーのマグネティックワイヤレスパワーバンク。 iPhone 12世代のマグセーフに対応したワイヤレス充電モバイルバッテリーや。現状 iPhone 12用のモバイルバッテリーとしてはこれがベストバイ。まずこのモバイルバッテリーのいいところはマグセーフに対応してるとこやね。これ何がいいかというと、ポケットに入れながらでもしっかり充電できるんよ。この前紹介したアンカーのモバイルバッテリーは地位充電こそできたものの、マグセーフには対応してなかったからあくまでどこかに置いて使う用途やってんけど、このモバイルバッテリーならポケットはもちろんのこと、手に取ったまま充電することも可能や。用途にもよるけど基本的にあれの上位互換と言ってもええやろ。ちなみにメーカーの名前はサブアント。全然知らんメーカーやけどありがとうございますやで。ほんま他のメーカーでも同じ商品が売られてるから OEM 品みたいやね。ちなみに地位充電かつ磁石でくっつく充電器はまだ有名メーカーから出てないみたい。無名メーカーだといろいろあるけど、デザインとか機能性があんま良くなかったり、レビュー見た感じだと粗悪な商品が多いみたいやね。もちろんこのモバイルバッテリーの質がめっちゃいいってわけでもないんやけどな。2つ目のいいところはコンパクトで携帯性抜群なところ。重量 130g で装着した状態でも割と使える重さに収まってくれてるで。しかも iPhone 12 mini につけると収まりが良くなってて、横だけじゃなくて縦の長さもちょうどいいし、分厚さもほぼ同じくらいやね。ちょっと下にはみ出るからこれは12無印とかだとぴったりになるんかな。マグセーフ対応デバイスは iPhone 12シリーズのために作られてるから、いろんなデバイスに対応した製品と違って最適化されてるのがええよね。充電容量は 5000mAh でちょっと少なめではあるんやけど、 iPhone 12 mini が 2000mAh くらいやから2回充電できると考えるとちょうどいい設計やね。ただ実際に使ってる感じやと2回フル充電はできてないんよな。正確な検証とかはしてないけど、だいたい iPhone 12 mini が1回フル充電できて少しまだ余力あるかなぐらいの感じ。粗悪品っていうほどではないけど、充電容量は実際の表示にしてほしいところやね。容量ちょろまかされてもそこまで不満がないのはやっぱ値段が3100円で圧倒的に安いからやね。機能面を考えるとブリブリなコストパフォーマンス。アップル公式ページに置いてたら2万円で売ってもおかしくないし、安心安全がない代わりに3000円で済むなら使う人は結構いそうな気がする。昔はよく中華系デバイスの発火とか爆発とかあったけど、最近はめっきり効かんからね。もちろん Y もアップルから同じのが出たらそっちを買うんやけどな。4つ目のいいところはスタンド機能がついてるところ。背面にある銀色の部分を取り出すだけの簡単な仕組みなんやけど、角度がごっつちょうどいい。某製品のスタンドなんかは垂直になってて使いようがなかったことを考えるとあっぱれやで。ただこのスタンドは作りが甘いというか、接着剤でくっついてるだけの超簡単な仕組みなんやけど、全体的に漂う何とも言えんチープ感は否めんね。スタンドの色も本体と同じ色で良かったと思うわ。まあスタンドがいらんと思ったら簡単に外せるから、考えようによってはプラス要素。アップルならこのスタンドの部分だけで5000円は取ってくることを考えれば、たとえチープでもスタンドがついてるだけ感謝したいところやね。あと個人的に気に入ってるんはタイプ C 端子がついてるところやな。モバイルバッテリーはタイプ C で充電、 iPhone はモバイルバッテリーで地位充電。この組み合わせでライトニングケーブルはもう用済みになるわけや。不要なライトニングケーブルを増やさずに済むから環境にも優しいのがええよね。一応ライトニング端子もついてるけど、これはなくてもよかったかな。もはやライトニングじゃないと充電できんデバイスは AirPods Max だけやで。逆に良くないと思ったのはカメラと干渉するところ。外カメの下側のレンズと微妙に被ってるからぼやっと映り込んでしまうんよな。
この絶妙に被ってる感じがもどかしい。一応広角レンズの方に切り替えたら干渉せずに使えるんやけど、どうせなら iPhone12 mini の方に最適化してほしかったね。まあ充電しながら撮影することなんかまずないからあんま気にしてないんやけどな。あと Amazon ページがちょっとチープで怪しいところ、ぶっちゃけてしまうと安全なのかどうか不安。中華製品特有のダサい画像の羅列はシンプルに不安になるんよね。もうちょっと高くてもええから信頼できるメーカーから出てほしいわ。ちなみにもうちょっと充電容量が少ないシンプルなモデルもあるで。こっちはスタンドとライトニング端子がない代わりによりコンパクトになってる感じやね。デザイン的には圧倒的にこのモデルの方がいいからこっちを買い直したいレベル。 iPhone12 ミニ用として買うなら 3000mAh ってまさにちょうどいいかも。ただこの3000っていう数字をどこまで信用できるか問題。こっちはまだ Y も持ってないから誰かレポートよろしくやで。ってことで今回はモバイルバッテリーの紹介でした。最近充電関係のレビューが多かったけど、これで当分バッテリーは買わずに済みそうやわ。今回の動画がいいと思ったらチャンネル登録よろしくな。ほな、散財は人生やで。